日本鹿児島県市木串木野市城名上名は、鹿児島県市木串木野市の大技。旧日置群串木野郷城名村、日置群串木野村大技城名、日置群串木野町大技城名、串木野市城名。郵便番号は896-0052。市木串木野市の中部、古丹田川の中流域に位置している。麻生駅の北方には、市木串木野市薩摩山。 河内、南方には、袴田、肘町、南方から東方にかけては正福、西方には三井、浜家城にそれぞれ隣接している。阿佐駅の西部を南九州西回り自動車道が南北に通っており、地域内には、串木のインターチェンジが設置されている。また、串木のインターチェンジで、一木串木の市街と薩摩仙台市の日脇地域を結んでいる。 鹿児島県道39号串木の日脇線と接続しており、北部をほぼ東西に日置広域の王道が通っている。上名という地名は江戸期より見え、薩摩国日置軍串木の里のうちであった。上名という地名は三国名小税や教法10年の名寄町に串木の村上名という記述があるのが初見であると考えられている。村高は 急行給料では2876国余りであった。1881年までは、現在の大和カ無ム岳の区域も上名村に含まれていたが、上、名村の一部より分割されカ無ム岳村となった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、江戸期の串木野里の区域から串木野村が成立し、江戸期の上、名村の区域は、 九木の村の大技、条名となった。1999年に、亀盟座東高畑、地中高畑、あざ西高畑の各一部を常明寺東高畑に編入し、常明寺西高畑及び東高畑の各一部が、亀井寺中高畑の一部となった。2005年に、九木の市が、一期町と対等を合併し、一期九式の市が成立。一期九式の市の大技、 条命となった。2011年10月11日には、上名の一部から、浜家城、三井、金山下が設置され、一部が、肘町に編入され、2012年10月9日には、上名の一部より、河内、袴田、小福の山頂が設置され、一部が金山、海瀬、薩摩山、肘町に編入された。私立小中学校の学区は、以下の通りである。 ありがとうございます。